皆さんこんにちは、真鍋美桜です。雨の日グッズ、あと夏の日にも使えるアイテム100均で揃えてみたので、ぜひチェックしてみてください。前回雨の日のランニングについて、いろいろとアイテムだったりこうモチベーションアップのお話をしたんですけど、そのまあ第2弾みたいな形で100均グッズを紹介してみたいなと思います。フラッとこう100均に行ってみた時に、意外とランニングで使えそうなグッズが多いんだなっていうのを発見して、パパッと紹介してみたいなと思います。ポンチョです。なかなかね、ランニングの時にカッパを着て走る方ってなかなか少ないと思うんですけど、大会の時にいいなって私は思いました。雨の日でも大会ってやっぱり開催されていて、スタートの待ち時間が意外と長くて、寒さ対策、雨に濡れてストレスがたまるなって言った時に、100均のポンチョであれば途中の例えばエイドとかで捨てることができるのでいいんじゃないかなと思いました。全体的に覆うことができるの でもしかさばるようであれば、脇の部分を自分でこう調整して止めてみたり、もしくは結んでみたりして調整することができるのでいいんじゃないかなと思いました。で、素材も結構ねしっかりしてるので、雨に濡れずに待つことはできるんじゃないかなと思っていいなと思いました。ベテランランナーさんだとゴミ袋を3箇所破って、もう本当に簡易的な形で準備される方もいるので、ゴミ袋だとちょっとやっぱり薄手なので、濡れはしないけど完全防備ではないので、100円ぐらいであればこういうポンチョを用意してもいいのかなとは思いました。スマートフォン対応のウォータープルーフクリアケース、結構大きめの iPhone でもいけるやつなので、必ず雨の時はもうこういうものを用意してた方が絶対にいいと思います。確実に濡れてしまうので、もう今このサイズでもちょうどいいですね。私は結構ジップロック的なものに入れることはあるんですけど、今回100均で見てると手が濡れていても安心ということで、タッチパネルが操作可能っていうところもいいし、カメラも撮れるし、濡れても OK だし、通話も可能っていうことで、一つあれば全然いいんじゃないかなと思います。結構タッチもしっかりできるし、ジップロック的なもので、これカード類って書いてますけど、これにもお札1枚もしもの時のためのお金を入れておく、1000円なり2000円なり入れておくとか、これはカードケース、カードホルダーっていうことで、これもね、例えばシャワー施設とか使うときにカードを持ってなきゃいけないとかなったときに入れることができるし、例えばなんかこれとかも何枚も何枚も入るので、別にこれに千円札とか入れてプラス小銭入れてでもいいと思いますし、なんかこういうちょっと水に濡れても大丈夫なもの、ポッケなりタイツとかでもポッケがついたり、あとウェアとかにもついてるので、それにサクッと入れてもいいと思いました。雨の日対策としてはこれぐらいかな。あとはもう夏場の暑い時期に走るグッズとして、100均でもあるんだと思って、しかもランニング的なこうスポーツマスク、ストレッチの効いた生地でしっかりとフィットしてくれているので息がしやすいっていうのと、耳が痛くなりにくい紐だったり、あと速乾性があるので結構乾きやすいっていうことで、なんかこういう商品だったり、マスクで結構あるのが、マスクしながら走っててやっぱ耳が痛いっていうことで、そのバンド、マスク用フック付きバンドっていう、透明なんですけど耳に引っ掛けるんじゃなくて、そのバンドに紐を引っ掛けることによって耳が痛くなりにくい、当たらないので、マスク補助器具っていうのもありました。アイスバッグが100均で売ってるんだっていうことを私は初めて知って、氷のってなんか高いイメージなんですけど、いろんなカラーがあって250入るので、サクッと走った後にアイシングするのにはすごくおすすめな商品です。ライトのお話を以前したんですけど、反射バンドもやっぱり必要だなっていうか、夏になってくるとやっぱり走る時間が夜遅い時間とかになるときに、安全に走るためにもしっかりと自分がここでいるよっていうのを分かるためにも、早朝だったり夜間使うためにこういう反射バンド、蛍光の黄緑と、こういうシルバーの色とありました。ネッククーラーっていうんですかね、これとこれ薄い感じなんですけど、水だけ含ませて、というかもうすでにひんやりしてる。さらにミニリング付きっていう
やっぱ首元とかって走ってると熱持ってしまうので、この辺りはしっかりキャストも、今何もつけてないのに全然ひんやりして気持ちいいっていう、まあ、こういう商品使わないとき腕にこうやって巻いておくのも全然いいと思いますし、1枚あると全然違うんじゃないかなと思いました。これはもうクールマフラーでもう薄っぺらい感じですけど、こういうのを首に巻いててもいいと思います。これもねすごいなと思ったのが、こういうこの商品なんですけど、キャップガードって言って、前は隠れてるんだけど後ろからの日差しもう結構強かったりして、首周りやっぱ隠してるのと隠してないのじゃ全然違うんですけど、それをクリップがついてるので、これを帽子につけてこういう状態だから首周り紫外線サポートとしてもいいんじゃないかなと思いました。もう普段からも使えると思います。このアームカバー、日焼け対策だったり冷房対策として使える薄手のものです。これはメッシュのタイプで、あとはもうこれは水に濡らしてさらにひんやりするアームカバーで、こっちはさっきメッシュタイプでしたけど、こっちはねより水に濡らしてひんやりするタイプで、とかこういうものもあったので、100均なのに この充実感というかすごいなって思いました。あとなんかもうなんかおまけじゃないですけど、今流行りのエコバッグ、例えば大きなカバンを持ってて走る時だけもうこれだけさらっと出せるような感じで、分かりやすいように入れておくといいなと思って買ったんですけど、ちょっと皆さんぜひぜひこうアイテムを今一度梅雨対策、あと夏対策含めて、100均でもこんなに充実した商品があるんだなっていうのを知ってもらえればいいなと思います。手軽に購入できると思うので、参考になれば嬉しいです。なんかハッピーな気分でこの梅雨時期夏時期を乗り越えていただけたらなと思います。今回は100均のアイテムで梅雨時期と夏時期に乗り越えるためのアイテムをちょっと皆さんにご紹介してみました。なんか皆さんももしかしたらこういうアイテムすごく便利だよっていうものを知ってるかなと思うので、ぜひそういうものがあればコメントにいただけると嬉しいなと思います。あといいねボタンとチャンネル登録もお待ちしております。